ぜひこの期間に新しくなった東京ドーム、いろいろなところを探してチェックしていただきたいと思います。そして東京ドーム場外にはジャイアンツグッズ直営ショップ、チーストアなどもオリジナルアイスを取り揃えて皆様のお越しお待ちしております。まだプレーボールまで時間ありますから、ぜひ新しくなった東京ドーム、この機会にお楽しみください。ジャビット君もまだ22ゲームありますけど、結構テンションが高いですね。テンション高く今日の試合盛り上げてくれると思います。ということでプレーボールは自由配信です。また後ほどお会いしましょう。スタジアム MC 高橋大輔でした。全国のまとめライブ映像に見られてきました。失礼いたしました。ご案内いたします。巨人軍公式ファンスロップクラブジャイアンツの入会受付を正面22万ゲート内の入会受付カウンターにて行っております。ご入会いただけますとチケットの速攻販売をポイントを貯めてお気に入りのグッズに交換できるなど特典がたくさんです。詳しくはクラブジャイアンツ公式ホームページをご覧ください。皆様のご入会をお待ちしております。東京ドームへご来場の皆様に一足早い春のご連れをお知らせいたします。世界ランキング2020花と緑の祭典が東京ドームのお隣プリズムホールで3月24日から30日まで開催されます。この春はプリズムホールへお花見にお出かけに行ってみませんか。詳しくは世界ランキング公式